ロゴ2008ザスカープロカーボン 2011GT-R シリーズ42013ケディコラム3.02012パフォーマー 26GT バイシクルズはマウンテンバイク、BMX、ロードバイクなどの自転車ブランド。元は1970年代にアメリカ合衆国のカリフォルニア州で設立されたメーカーである。GT とは創立者ゲイリー・ターナーのイニシャルである。 コーポレートカラーは青と黄色。GT の生みの親であるゲイリー・ターナーは、高度な溶接技術が要される、トランペットなどの修理をする傍ら、高強度の黒森港を溶接し、ドラッグレーサーカーを製作、プロのドライバーとしても活躍していた。1973年に、得意の溶接技術で、息子の BMX を製作すると、他の子供たちからの製作要望が殺到。 その噂が一気に広まった。そして後の共同経営者となるバイクショップを経営していたリチャード・ロングが多くの客からその噂を聞き、ゲイリーに自らの店での BMX の製作、販売を持ちかけ、ゲイリーは同意した。1979年、カリフォルニア州サンターナで工房を構え、ゲイリー・ターナーのイニシャルを取った GT バイシケルズブランドを設立し、 世界へ向けての販売が開始された。BMX 人口の増加とともに、GT ブランドは世界的 BMX レースのスポンサーになるまでに成長した。1980年よりフレームを次々と開発し、パフォーマーというバイクはフリースタイルという新しい BMX ジャンルを作り上げた。この頃にさらに高性能なフレームの開発、生産を行うために、 カリフォルニア州ハンティントンビーチに本社機能から生産、物流を備えたビルを構え、株式会社化。1985年にはボブ・モラレスが創設した BMX ブランドダイノも参加に収め、BMX で世界の GT へと飛躍を遂げる。80年代の後半になるとマウンテンバイクの開発に着手。現在の GT ブランドにも見られる。 トリプルトライアングルフレームを開発した。1991年アメリカで最初のアルミ素材を使用した MTB を製作。その他、チタンフレームなどの当時の最先端素材を MTB の世界にもたらした。90年代にはキャノンデールと熾烈な販売合戦を繰り広げ、アメリカのスポーツ自転車メーカーのビッグフォーの一角を占めるに至り1995年に、 株式上場も果たすが、1997年に、リチャード・ロングの交通事故死をきっかけに経営が悪化し、迷走する。1998年に倒産しライバルである、シュウィンに吸収され、シュウィン・ GT となるが2001年には、そのシュウィン社も倒産。パシフィックサイクルが同社を買収するも、同社は、外注による、コストダウンを推し進めていたため、 カリフォルニア州フットヒルの GT 工場、コロラド州ボルダーの主員工場ともども閉鎖、売却され従業員は全員解雇された。前世時には2000人を抱えていたスタッフは、飛散してしまい、メーカーとしての GT はここで、実質的に消滅した。その後、ブランドそのものも、消滅の危機に陥るも2002年にリチャードロングの、片腕と言われた、ボブイットリートが、 GT ブランドの復興のために動き出し、わずか3人でパシフィックサイクル社内で GT 事業を再開、2003年モデルから販売を再開して一定の成功を収める。2004年にカナダの育児用品会社であるドレルインダストリー社がパシフィックサイクルを買収すると GT 事業部はアメリカ国内では大型量販店には供給せず、 自転車専門店のみでの販売をする方向を打ち出し、かつてのブランドイメージを取り戻す方向へ進んだ。ドレルインダストリー社が2008年にキャノンデールを買収すると、GT 事業はキャノンデールスポーツグループに移かん。キャノンデールスポーツグループは2009年にサイクリングスポーツグループと名を変え現在に至っている。現在サイクリングスポーツグループの参加には、GT、 キャノンデールのホカーヤンホース、シュウィン、マングース等のブランドがある。2007年、最先端のカーボン素材を活用したロードバイク、ダウンヒル MTB、クロスカントリー MTB などのフレームを開発。新型 DHI はダウンヒル MTB として強硬度でありながら、最軽量であるとして注目を集め、2008年には、 ハイドロフォーミング製法により強い高度なアルミフレームを製造。北京オリンピックでジル・キントナー選手、マイク・デイ選手がアメリカナショナルチームとして参戦。2009年、量産モデルとして世界初のダウンヒル専用のフルカーボンフレームを完成させ、その MTB でミック・ハナー選手がワールドカップに出場、表彰台に立った。 トリプルトライアングルフレーム GT のリジットフレームではトリプルトライアングルフレームという独特なフレーム形状を採用している。このトリプルトライアングルフレームはシートステーがトップチューブまで延長されて1本につき2箇所で溶接されているのが特徴。一般的に剛性の高さと乗り心地の良さを両立できる反面、重量的には不利であるとされる。 2020年モデルのリジットフレームではシートステイからシートチューブへの溶接を行わずトップチューブのみへの溶接となったフローティングステイトリプルトライアングルが導入されている。細く丸くしたシートステイのシナリオを活かせるようダウンチューブを太くした結果より耐久性が高いフレームとなった。サスペンションフレームの開発にも積極的で RTS、LTS アイドライブ等革新的かつ高性能なフレームを開発している。特に1992年に発表された RTS は当時としては完成度が非常に高くダウンヒル、クロスカントリーの両方に対応できる MTB として大きな影響を与えた。1993年には日本代表の鍋島健一選手がダウンヒル、クロスカントリー、スラロームのすべてを RTS1 台で走り抜いている。ハンスレーレーススポンサードも積極的に行い、前世紀の GT チームには、リッシー・グレオール、ゲルハルト・ザドロビレク、ハンスレイ・ジュリアナ・フルタド等、数多くの名選手が所属した。アトランタオリンピックを機にトラックレーサーの供給を開始、空気抵抗を減らす大胆な形状で衝撃を与えた。2000年には、ベルギーのプロチーム、 ロットアデコにロードレーサー、ZR1000 を供給、ツールドフランスにも参戦した。翌2001年には、同チームのリック・フェルブルヘッセンシュが、ジロでイタリアのプロローグで過去最高速度記録を達成している。日本におけるプロモーション活動は当初は、東京サンウエスト、デキテッコーショが行っていたが、現在は、フェルトと同じ、ライトウェイプロダクツジャパンが輸入総合代理商社である。 ありがとうございます。